車買取店のガリバーは秋のワクワク査定と言いながらこの日本中から車を高く買い取っています。それはね、彼らが宇宙人だからです。宇宙人？なんだろ、ただの日本人じゃない。日本人風宇宙人ですよ。これは一つの証拠だと思うんですけども、ヒュン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 、彼らは大量の車を買い集めて UFO を作ってるんです。何？ガリバーはあれ UFO 作ってんの？その通り。その通り。ヒュン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 、やめなさいよ、うるさい、ヒュンヒュンうるさい。まあとにかく座って座って座って、私はね、知ってますよ、どうしてねガリバーがね高く買えるか。ガリバーはね、全国のオークションの会場でね、最新の買い取りデータっていうのは調べてんですよ。でそこで一番高い値段、そのベース、それをベースとして買い取り価格っていうのを出してるわけですね。だから宇宙人なんかじゃないですよ。じゃあ何人だって言うんですか？日本人ですよ。ただの日本人ですよ。優秀なただの日本人。いや、私はね、火星人じゃないかと思うんですよ。火星人？ええ、まあ、そういうことをやるのはやっぱり火星人、テクノロジーが発達してるんですよね。それで、地球に来てやってるんですよ。これはね、私アメリカ行って聞いてきたんですよ。アメリカ行って秘密情報なんです。秘密情報、なんでアメリカでガリバーの社員のこと知ってんの？それは地球全体をね、彼らはネットワーク組んでるから、日本だってちゃんといるわけですよ。そうじゃなくてね、ガリバーの社長に聞いてもらうの分かりますよ。そうじゃないの。いい？ガリバーはね、買った車をすぐね自社のオークションに出すのね、あるいは7日以内にね全国のオークション会場でこれ売却すんの。だからね、結局品質をね、在庫管理だな、在庫管理必要ないの、コストがかかんないの。だから高い値段で買い取ることができるわけですよ。これだけの、ね、ネットワークをね組んでるってことはやっぱ火星人なんですよ。秘密組織なんかじゃないの。火星人、バカなこと言うんじゃないの。これ素敵な組織ですよ。正しいただの日本人、ね、賢いただの日本人。それはさっき申し上げたように、ガリバーの社員がこの宇宙人だからじゃないですか。うん、そう、火星人。なんでそうなるのよ、あんたたちは。いいですか、お月さん、そのようなハイレベルなシステムを作り出すということは我々人類の知能レベルでは到底不可能です。不可能。もう一度このマークをご覧になってください。これが何よりの証拠です。これがヒュン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 、やめなさいよ、またヒュンヒュンかよ、やめなさいよ。それ車買い取り店のガリバーは日本全国どこでも無料で車を査定しに行くのはご存知ですか？あれは地球侵略のためですよ。何だって？これは今年都内で撮られたものですけども、頭にチップを埋め込まれてます。なんだね、そんなもの埋め込む。その証拠にここに印があります。それはほくろでしょう、旦那。印です。それどう見ても査定額に喜んでる、そういう顔だよ。それより喜んでるようにも見えるけどね。いい加減にしてよ。あのね、なぜガリバーがね全国どこでもね無料査定に行くのか私が説明してあげますよ。そもそもね、無料出張査定、これはね、近くにガリバーのお店がなかったりね、それから仕事で忙しいという人、そういう人のためなんですよ。地球侵略でなんかないでしょう。いや、ありえますよね。ありえます、うん、ありえないって。このご時世にね、まあ聞きなさいよ。いや、ありえますよ。例えばね、仕事中に会社の駐車場にだって来てくれるしね、車検が切れている車だって査定に来るんですよ。これが無料出張査定と言うんですね。会社にまで来てくれるんですよ。無料出張査定という形を借りた地球侵略ですよ。違うよ。企業の努力ね、地球侵略じゃなくて企業の努力ね。大月先生、ちょっと聞いてくださいよ。疲れてる人を狙えば抵抗される恐れが少ないでしょ。そういう人間たちを狙ってチップを埋め込んで地球侵略を始めるんですよ。かなり巧妙なトリックなんですよ。じゃあね、ほら、このね、無料で台車を出してくれる、台車提供してくるのはどんな狙いがあるの？だからその台車でそのままマザーシップに連れ去るんですよ。いいですか？この辺にマザーシップの影らしきものが見えますよね。見えないよ、そんなもの。どこに見えんだ？どう見たって平和な風景じゃないの。もうね、あなたとね話してると私疲れるよ。疲れてる人は狙われますよ。